ンヒサです。今日はですね、一人で、マヤさんに登っていこうかと思います。ただいま新神戸駅にいます。私が1年前に始めた登山で初めて登った山です。あれから1年が経ちました。はい、こちらですね、布引の滝を通って、マヤさんに向かっていきたいと思います。はい、1年前とほぼ同じルートで行っていきたいと思います。面滝を見て、今また御滝の方に向かってます。昨日ね、雨が降ったんで、水量が多いんでね、滝がすごい見応えがありますね。あ、すいません、こんにちは。なんか御滝行ったらすごい迫力やと思います。と言っている間に御滝に着きました。すごい勢いで流れてます。はい、ということで結構滝を取ってたんで時間ロスしたんで、ここからちょっとペース上げて登っていきたいと思います。水のね、流れる音を聞きながらトレッキング、めっちゃ気持ちいいです。あとね、お天気がね、めっちゃ太陽出てるわけじゃなくてちょっと陰ってるぐらいなんで、すごく歩きやすいですね。暑いんですけどね、これね、お日さん出てたらもっと暑いと思うんで、今日めっちゃいい天気ですわ、これトレッキングするのに。よいしょ、まだまだね、川沿いを登っていきます。对，你拿，我那里有东西，不送了。
ね階段上がって登ってきてもそのまま下からずっと向こうに行ってもつながってるのでどっちから行ってもいいんですけど、ちょっと下ね日が当たって暑そうなんで私はこっちの木陰を選択しました。結局ねここで折り返して戻ってきてここで合流するのでね、はい、今ね市ヶ原を出ました。で市ヶ原ちょっと上がったところにですね、桜茶屋やったかな、お手洗いがありますのでそこでお手洗いを済ませて、山頂を目指します。で今からね20クロスっていう、川のね、ところをずっと渡っていく図書っていうんですかね、ちょっと面白いコースがあるのでそちらを20クロスを目指していきたいと思います。ここですね今で、ここの20クロス、この川沿いをねずっと歩いていくんです。でこっから、あそうですね、この徳川道を取って桜谷道から摩耶山頂目指します。来た来た、川沿い、よいしょ、ここをずっとね向こうに進んでいきます。
こでね、よく孝太郎さんが一人忘年会やったりね。あ、いいね。沖縄民謡ですね。4時なんですけど、ちょっとね、下山1時間半、2時間かかりそうかなって思って、もうね、明日もまたね、友達と今度明日はスマルクス行くので、今日もう帰りはあれ、文明の利器を使って帰ります。ロープウェイで降ります。